今日のテーマはですね、うつリスクが4倍になってしまう、有毒職場の事実ということで、今日はですね、もう本当にメンタルを病んでしまう、やべえ職場のお話について、紹介したいと思います。で、皆さんの職場がこれに当てはまっている場合は、職場の環境を改善するか転職した方がいいです。間違いなく。まあ、皆さんがもしね、あの、会社を改善できる立場にないという場合、あるいは皆さんの上司とか管理職が理解を示さないという場合は、あの、悪いことはやらないで転職した方がいいです。あの、うつのリスクが4倍って、うつにならなかったとしても心理的なダメージがかなりすごいことになっちゃうので、 その会社にいて、おそらく幸せになることも、成長できることもないと思いますんで、はいえ。そんなですね、独職場の事実トップ5と、で、プラスアルファでこれをご紹介した後、皆さんの職場がどれほど独職場なのか、メンタルにやばいのかっていうことをですね、調べるためのチェックテストもご用意してます。えー、ぜひですね、最後まで動画見ていってください。 それでは、えー、第5位です。いい職場よりも悪い職場を避けろというものですね。これどういうことか、ことかっていうと、大体僕らってみんな、あの、いい職場に就きたいとか、いい仕事に就きたいっていう風に思いますよね。ところがね、いい職場を選ぶよりも大事なことって、有害な職場、有毒な職場を避けることなんですよ。実はその職場環境は、確かに僕らの人生とか幸福度とか収入を左右するんですが、悪い職場に着いた時のダメージの方がはるかにでかいんですね。人間のメンタルに与える影響だけで見てみると、いい職場から、 得ららられるる幸幸福度幸せよよりも悪いいいい職職場場かか受けるダメージこっちののの方がででですすすね格段にに実はは大きいんんだほほどほどの職場につくのは全然いいんですただ、いい職場につこうつこうって頑張って、すごいギスギスしている、えー、有毒職場、悪い職場にですね、入ってしまうと、一気に人生がですね、ダメになってしまうので、まあ、とにかく悪い職場の特徴を今日ご紹介します。そして、チェックテストも紹介しますんで、悪い職場から逃げるというのが大事で、いい職場につけるかどうかというのは、これかなり運にもよるところがあるので、えー、それを考えてみましょうということで ですねはい。え、で、今回一応ですね、ベースになっている研究は、オーストラリアで行われたですね、あの、行われた研究でして、えー、有害な職場とか有毒な職場って、どのくらいメンタルに影響を与えるのかってことを調べた研究をベースに紹介して、え、チェックテストも一緒にやっていきたいと思います。なんで、とりあえず悪い職場を避けることが人生を左右しますよってことが第5位の事実でした。続いて第4位です。はい。実際ででですねこののオーストラリアで行われた研究ではフルタイムの従業員1084 人を対象にして全員の働きぶりと仕事環境を調べるってうそういう研究なんですねでこの研究の結果何が分かったかっていうとあの有毒な職場っていうのがまず定義なんですけれどもその会社とか組織の人で働いてる人たちがネガティブなプレッシャーをね日頃から経験してそのせいでもうメンタルが消耗してしまうとそういう職場です別にプレッシャーが多いのは悪くないんですよプレッシャーがあった方が人間で成長できる場合もあるのでプレッシャーは悪くないんだけどもうメンタルをすり減らしてしまうようなネガティブなプレッシャー つまり、成長には繋がらなくて、消耗に繋がってしまうようなプレッシャーがダメなんですよ、と。え、いうお話なんですね。じゃあ、このネガティブプレッシャー何かっていうと、例えば、まあ、同僚の調子をね、まあ、同僚が、あの、お互いをバカにしたりとか、同僚とか上司からバカにされたりとか、お前こんな仕事もできねえのかいみたいな風に、無駄に下に見られるみたいな。普通は上司とかって、当たり前だけど、部下が仕事できなかったら、それ上司の責任なんで、上司の教育を、まあ、頑張らないといけないんですよ、上司がね。なんだけれども、やっぱり仕事ができない部下を、 バカにする教えないでバカにしちゃうとかであるいはお互いをバカにしちゃう、まあ、嘲笑ですねはい、えー、こういうのがですね多い職場、えー、っていうのはかなりやばいわけなんですよネガティブなプレッシャーになっちゃうわけなんですねなんでかっていうとダメなところを真摯に指摘してもらったら成長のチャンスになるけどあのねあざけられたらさまあ、成長すどころの詐欺じゃないじゃないですかっていう問題点とかもあるわけなんですよはいでこれがですね最初のポイントになってきますはい、えー、続いて2つ目激しすぎる競争ですはい、えー、これはですねもう過劣競争でもう本当にお互いの神経をすり減らす例えば 例えば、もう、どっちが何時間残業したかで戦うみたいな、もそもそも本質的な価値とは関係ないような過熱な競争が行われたりとか、あとは純粋に激しい競争。まあ、例えば、ま、保険のコミッションとかね、フルコミッションの仕事とかって自分が、ま、いかに働いたかでお金が決まるんで、で、これでお互い削り合っちゃうみたいな、まあ、そういう競争がすごいとか、あとは上司からの要求が不当である。うん、なんか不当要求がよく行われる職場とかも、こ、このネガティブプレッシャーが多いというふうに言われてるんですね。で、こういった問題があったとしても、上の人たちが取り組んでればいいんだけれど 対応してればいいんだけれども対応していないとどうなるかっていうとまあ独職場になっていってしまうよってことで4位がですね、えー、ネガティブなプレッシャーが多い職場でしたでは第3位ですこれはもう皆さんねよく聞く最近よく聞く心理的安全性ってやつですねこの心理的安全傾向っていうのは PSC って言うんですけどこの PSC の値を測るテストを今日これからやりますでこのテストが、えー、やったこの PSC の傾向が、えー、PSC が低いあの職場はかなりやばいですはいでこういったですね PSC のですねあの得点が、えー、高い組織 ほど、まあ、いわゆる社員さんとか従業員のメンタルは安定していたんですよところが、この PSC が一定以上低い職場だと、従業員がうつ病になるリスクが300%もアップするんですね。300%アップってことは4倍ですよ。やばくないですかはい。ちなみにこの PSC なんですけれども、心理的安全性ってなんかよく話題になるけどなんだかわかんないって方いらっしゃると思うんで、一応軽く解説しておくと、え、これ何かっていうと、あの、働いてる人たち、従業員とか社員さんが、職場でどれくらい周りからサポートされてるか、上司が自分 自分のことをサポートしてくれてる部下がサポートしてくれる同僚がサポートしてくれる福利厚生がちゃんとしてるとかなんかそういうことですね。メンタル的な面でどれぐらい安全をね会社で感じているかっていうことが測、えー、れるのはこの P S C なわけなんですね。だからこういった心理的安全傾向が低いとまあ、かなりやばい。もう鬱になるリスクはですね300%も上がっちゃうと怖いですよね。これが第2位でした。あ第3位でした。はい。では続いてこれよりやばい話あるのって話なんですが一応第2位はいえ。第2位がですね実はこの傾向男性の方 が大きなダメージを受けるんですよこの PSC が低い、心理的な安全性が低い場所で働くと何が起こるかっていうとさっき言った通りうつリスクが300%上がるっていう相当メンタルダメージがあるんですがこのダメージ実は女性よりも男性の方がダメージでかいんですよだから男性の方があの仕事のねストレスを感じやすかったりとか仕事とかねそういったものをうまくいって自殺する人とか多いですけれどもそれ男性の方がやっぱり多いっていうのはここなんですよ毒職場による悪影響っていうのは実は男性の方が強烈なダメージを食らっちゃうということなんですよね そこまで影響大きいのかって話ですよね。じゃあどうやってチェックするのかって話が今日の、えー、とメインテーマ第1位になってきます。えー、読職場チェックテストやってみましょう。はい。えー、これからですね、読職場をチェックするためのさっき言った PSC テスト。えー、これをですね、ご紹介します。それではいいですか ?12 問、えー、に答えていただきます。こちらの12問にですね、えー、1点から5点の間で点数をつけてください。えー、具体的に言うと、この並んでるね、今並んでるこの質問に全く当てはまらないと思ったら1点つけてください。当てはまらないと思ったら2 2点つけてくださいどっちでもないな。ちょうど真ん中ぐらいかなと思ったら3点つけてください。当てはまると思う場合は4点。めちゃくちゃ完璧に当てはまると思ったら5点です。はい。えーえー、っていうのをですね、つけてみてください。これ PSC っていくつかね、いろんなバージョンがあるんですけど、一番短いのがこのテストなんですよ。12問のテストなんで、あんま長すぎるないってもらうと思うんで、目安としてこれね、結構使えると思うんで、自分の職場を想像しながら、ぜひですね、1点から5点まで、えー、各ですね、あの、問いに対してつけてください。で、最後に合計してください。点数を。な、だから暗算得意な人はこれ暗算でもできるんで、 え、やってみてください。はい。一応読み上げますね。一つ目が、管理職が、えー、社員のメンタルに影響する問題に取り組んでいる。管理職が社員のメンタルに影響する問題に取り組んでいる。 どうか自分の職場がね。はい。当てはまらねえなー全然と思ったら1点。めっちゃ当たると思ったら5点。どっちでもなかったら3点です。はい。みたいな風につけてってください。で、2問目が、社員のメンタルに問題が起きると、管理職は断固迅速に行動してくれる。管理職は断固行動すると。はい。で、3つ目。え、3つ目がですね、えー、管理職は社員のストレス防止のためのサポートをしてくれてる。まあ、ストレスケアに関するね、有給がちゃんと取れるようになってるとか、えー、管理職がね、社員がストレス溜まってないかなってケアしてるかどうか。どれぐらいケアしてるかどうか。 ですねはいまあ、自分の感覚で答えてくださいあの職場を想像しながら。はい で、バイトの人とかも全然できますね。これやってみてください。はい。4問目。4問目は、えー、社員の心理的な幸福。皆さんのメンタルの幸福が職場の優先事項になっている。だから社員がみんな幸せに楽しく、まあ、仕事できて、ね、自分のね、ワークライブバランスの方もちゃんと保てるのが、うちの会社のですね、理念ですみたいなことを言ってるね、会社とかありますけれども、まあ、そういう会社はいいのかもしれないですね。ちゃんとやってたらね。はい。社員の心理的な幸福が職場の優先事項になっている。5つ目。はい。5つ目がですね、えー、部長以上のクラス。まあ、だから上級管理職ってやつですね。はい。 管理職って確か課長とかぐらいから確か管理職なんですよねはいで。上級管理職が部長以上の人たちですねはいえ。この部長以上の上級管理職が社員のメンタルの健康メンタルヘルスを重要視しているかどうか部長以上のクラスの人たちが重要視しているかどうかですはい。そして6問目6問目が部長以上の上級管理職が社員のメンタルヘルスを生産性と同じぐらい重視しているかどうかはい。これ結構大事なポイントで6問目なんですけど要するにそのメンタルヘルスを整えるってことは生産性よりも実は大 大事なんですよ。メンタルヘルスが悪くなったら生産性が落ちるんで、ところが頭の悪い。あのね。あの管理職の人って生産性の方ばっか見ちゃうんですよ。はい。それを同じぐらい重視してるかどうかです。はい、今7問目7問目が、えー、心理的安全性について、会社の心理的安全性について、コミュニケーションが取れている。まあ、自分の職場の周りの人だったりとか、上司とか同僚とかと、えー、心理的安全性に関するコミュニケーションが行われてるかどうか。はいで、8つ目4つ目が、えー、職場のメンタルヘルスについて上司が教えてくれる。はい、えー、上司がメンタルヘルスの保ち方だったりだとか。メンタル。 にかつ知識をちゃんと持っていて上司がちゃんとそれを教えてくれるかどうかです。はい、教育システムの問題とかもありますね。はい。で九問目九問目が組織内の心配事とか悩み事とか不安とかについて管理職が、えー、従業員の話を聞いてくれるかどうかどのぐらい聞いてくれるかどうかです。このプロジェクトでこんな不安があったりとかいた時にちゃんと親身にね上司がなってくれるかどうかですね。はい。で十問目十問目が心の健康いわゆるメンタルヘルスと、えー、心理的安全について社員同士で話し合う機会があるかどうかちゃんとあるかどうか。はい。で 11問目。11問目が、えー、メンタルヘルスと、えー、あとは心理的安全性に関する問題に、社員全員が関わることが推奨されてるかどうか。はい。で、12問目。12問目が、社員のストレスケアについて、すべての部署が関わっているかどうか。だから、一部の部署だけストレスケアちゃんとるんだけど、他の部署はもう、ストレスがね、いっぱいある職場だから、もう営業はしょうがないみたいな風に分かれてなくて、えー、ちゃんとですね、一丸となってやってるかどうか、です。はい。さあ、皆さん、合計して何点ぐらいになりましたか ?1 点から5点で1問ずつつけてもらって。だから、満点が、えっ、ー、と、60 10点なんですよねで一番ミニマムで12点なわけなんですよはい結果はこちらになりますただはい psc 心理的安全傾向のスカーの採点なんですが41点以上だった方おめでとうございますえー、職場環境はかなり良好ですねあの結構珍しい職場だと思うのでそこでの仕事とか関係を大事にすることをお勧めいたしますえー続いて37点から40点だった人えー、安定してるんだけど改善の余地わりですはいだからまあ転職したりとか職場を辞めるほどではないです辞めるほどはないんだけどももうちょっとまあ心理的な安全えーだっ だったりだとかメンタルヘルスの問題に関して議論したりとかして改善していくと最高の職場になる可能性が余地が残ってますとはいでは続いて26点から36点の間だった方はい低めですはいえー低めなんだけどもまあまあ人によっては転職した方がいいかもしれない症状ができたらもうねあの転職した方がいいかもしれないけどそうじゃなかったら改善するとうつリスクが16%減ってでさらに仕事の負担も14%減るんですよ実はねこの心理的安全性何が大事かっていうかっていうと生産性も上がるし仕事の負担が減るので同じ 仕事をやる場合でも疲れたりとかしなくなるんですよね。だから二十六点から三十点だった人は特に管理職の方なんかはですね絶対改善した方がいいです。離職率とかも改善しますんで。はい。そして最後二十六点以下だった方はい、最悪です。はい。まあ早急な対策を行うかもう転職することをお勧めします。ここまでいっちゃうと多分ね二十六点以下だと今後悪化する可能性もあるんですよ。これあの多分管理職が興味ないんですよね。ここまでの点数がついちゃうと。だから自分が管理職だったら早急な対策できるかもしれないけどそうじゃない場合はまあこれもちょっと転職した方が。 いいかもしれませんね、というお話でした。はい。皆さんの職場はいかがだったでしょうかで、まあね、でも仕事って今ね、同じ職場でずーっと働くようなもんでもないし、あの、上司とかとの相性だったりだとか、自分の人生とかね、えー、のこのどの段階かで仕事って変えていくもんですから、キャリアプランとか自分がどんな仕事を選ぶと幸せになれるのかっていうことを知っておけば、転職は全然怖くありません。で、そんな転職のですね、極意に関してはですね、えー、番組の概要欄あ、あるいはですね、こちらのボタンの方から D ラボで見えるようになってます。よかったらチェックしてみてください。えー、キャリアプラン、えー、過去20年のね、研究でか だったキャリア選びの極意だったりだとか、えー、就職とか転職のですね成功を左右する7つの力そしてその身につけ方の解説なんかをデ d ラボではやってますえー、ぜひですね概要欄の方からチェックしてみてください